カウロ騒動をやったね、あのユーザーの人がね、あのゲームってこう拠点がこう限られている領域にこう上からこうね、あのなんか飛んで降りるんですけど、実はその領域と領域の間のつながってる部分に本当は僕は行きたかったのにそこに行けなかったっていうのはね、すごく残念に思ってて、あのやっぱりゼルダってすごく探求心を持ってそのゲームをこう遊ぶ人たちが多いん でそうなってくると、そういう隠されてるところを一生懸命探そうとするんですよね。でそういうのを楽しめるゲームを作んないとやっぱりダメだろうっていうことで、今回はオープンワールドにしたんですよね。オープンエアのコンセプトっていうのは、実は僕は風のタクトの時にもうすでにやっていて、あのね、あの時は広いあの海の世界で、まあそこを船でこう移動して島々にこう行くっていう、あれもまあずっとこう行きたいところまでずっと行けるので、あれもオープンエアっていうふうに言えるとは思うんですけど、やっぱり島がそんなに出せなくてね、当時 あのハードでは。でそれをいつかはやりたいって、もう自由に行ける広い世界を作ってみたいとは思ってたんですけど、それやっちゃうと本当にあの人もね、時間もすごくかかってしまうので、なかなか踏ん切りがつかないで、どうしようかなってなってたんですけど、今回本当にスタッフに恵まれて、あのそういうものをやっていこうっていうことを念入りにこうあの考えていってくれる人たちがたくさんいたので、うん、今回ならできるだろうということで、あのやることにしましたね。開発の当初からゼルダの当たり前を見直すというものがテーマにありましたので、まあ、広い世界で冒険しようと、と並行して、まあ、原点回帰というあのテーマもありまして、でじゃあ原点回帰って何だろうかって思った時に、ファミコン時代の、最初のゼルダを思い浮かべると。でじゃあ最初のあのファミコン時代のゼルダっていうのは、すごく広いところを自由に探索して発見したりとかしてるよね。じゃあそれってやっぱり今のこの時代に作ってみたら、さらに面白いものになるんじゃないかっていうところで、オープンエアっていうもので、ゲームを落として作っていこうかっていうことになりましたね。一番冒頭の頃にサイズを決めようとした時に、どれぐらいが一番遊びやすいかっていうことをまずは考えたと。でその時に自分にとって一番分かりやすい距離感が示せるものって何かなと考えた時に、実は京都のサイズだったと。でその京都というのは、その任天堂は京都に実はあるんですが、僕も京都の出身 でずっと生まれ育っている場所なので、京都のサイズ感、東西南北がどれぐらいで、もしその時そこを歩いてみた時にどれぐらい疲れてどれぐらいの時間がかかるかなとか、馬で走った時にどれぐらいの速度で行けるんだろうかっていうのを考える上で、実は京都の地形っていうのを当てはめて考えるっていうのはすごく分かりやすかったんですね。で結果として、最終トワイライトの12倍ぐらいになっていたということなので、特に歴代のゼルダっていうものを、参考にして大きさを決めたというよりは、実際やっぱり自分の感覚でどれぐらいが一番遊びよいかなっていうのを決めていったっていうところですね。料理をさせるというアイデアは、以前からゼルダを作るっていう前からやってみたいなと思っていることの一つだったんですね。ゼルダの当たり前を見直そうとした時に、ハートも出さないでおきましょう。じゃあその代わりにどうするのって言った時に、フィールド上にいる動物を狩れる、でそれを、狩った後の食材をどうするんですかっていうと、まあ、当然料理ですよねって話になってきて、じゃあその料理で、すごくユニークなものができていったりとかしたりとか、その効能を自分で考えて、これを入れてみたらどんな料理になるんだろうか、で おいしそうな、料理ができた時にすごく嬉しいだろうなっていうところが、すごく楽しそうだよねっていうところから、まあ、料理っていうのを入れようかっていうふうになりました。物理エンジンと戦闘のシステムというところで、今回の戦闘は例えば今までだとその剣とか弓とかアイテムを使って、で目の前を敵を倒していくっていうのが、まあ、基本的なそのいわゆる戦闘だったんですけども、今回はと、まあ、例えば大きな岩があるからそれを上から転がして敵を潰すとか、まあ、坂の下にいる敵に向かって爆弾を転がしてみるとか、まあ、今までにないようなその戦闘の幅っていうのが、その物理と戦闘っていうのを組み合わせることで実現できています。ユーザーがそういうシチュエーションを見つけて自分に有利になるようにその戦闘を進めていくっていうことが、まあ、今回のその遊びの特徴なんじゃないかということで、そのまあ多少ずるいっていうような戦い方とか、まあ、勝ち方ができてしまっても、そのずるいっていうような勝ち方を見つけることが楽しければ、それはあの
ユーザーにとっては楽しい体験になるので、それは OK としようという形で、まあ、戦闘を整えていった、まあ、今回の戦闘ではその必殺技、プレイヤーの必殺技をたくさん作って用意して作っていくのではなくて、ユーザーが自分なりの戦い方っていうのをいろんな創意工夫しながら作れるっていうところに、あの戦闘の面白さというか奥深さがあるんじゃないかなと思います。今作は、まあ、あのピアノがメインの、まあ、BGM になっていて、その他は結構もう環境音をもっとあのなんていうんですかね、引き立たせようというようなサウンドになっていて、 BGM をこう盛り上げるというよりかは実際にそこにある、地形であるとか景色であるとかっていうところの、そのままを伝えられるような環境音っていうのが一番合うんだろうなと思っていて、そこはもう加入当初から、考えていたところなんですけれども、ピアノにするっていうところが結構ちょっとまあ悩んだところで、今まで使ったことないっていうところがキーワードになるかなと思ってたんですけど、ピアノっていうのは結構意外とゼルダシリーズでは使われてなくて、メインとしては今回まあそういうチャレンジを一遍してみようということで、まあ、ピアノサウンドを採用するということにして、今作はもうそもそもがあの曲の作りもガラッと変わっているんで、多少その昔ながらのメロディーが入ってたところで、その新しさ斬新さみたいなのは全然失われることがないので非常に使いやすかったんですね。なので結構今作はあのそういうメロディーを入れたと思ってます。で実際にその集計したんですけど、実はあの監修 の都合がありまして確認したんですが、全曲の4分の1ぐらいあの昔のゼルダのいずれかの作品のメロディーを使っていまして、結構やっぱり改めて見るとすごいなって、みんなでコンポザーみんなでそういう話をしてましたね。足音も非常にあの、まあ、こだわってまして、足音ってやっぱりずっと鳴り続けるものなので、そういう意味ではあの自然を表現する一部と言っても、まあ、過言ではないと思うんですけれども、そういったところで実際にあのホーリー収録をして足音を作っています。まあ、汚い話になりますけれども、ボコブリンが鼻をほじる音があるんですけれども、まああれあんなにね音鳴るものじゃないんですけれども、まあ、あれはどうやって撮ってるかというと、濡れた雑巾に指を突っ込んでぐちゅ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 ってやって音を取ってます。街の曲って あんまりこうじっくり聞かないと分かんないかもしれないですけれども、まあ、今作時間が流れているので、まあ、昼の様子、夜の様子、まあ、景色的にもどんどん環境が変わっていくので雰囲気も変わるわけですけれども、曲も実は、昼と夜とで変わっているんですが、それが前々にこうだん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 テンポが遅くなって楽器が、少なくなっていくっていう、夜に向けてはそうなりますし、朝に向けてはだんだんテンポが速くなっていて楽器がちょっとずつ追加されていってっていうようなところの表現が結構まあ大変、データ的な仕組みも結構大変だったんですけれども、そういうのは苦労したところですね。オープンエアのその広大な世界を作るってやっぱり人がたくさんねいないとできないことですよね。だから誰が何をやってどんなものをその世界に作ってるのかっていうのは本当に遊んでみないとわからないっていうことで、今回はねゲームをこう作りながらあのまあ要所要所でその、そこまでできてきたものを全員で遊ぶっていうね、自分たちが作ってきたのは一体何なのかっていうのをそこでちゃんと確かめるっていうことね。ただやっぱり期間区切られてる決められてる中でそういう遊ぶ時間って例えば1週間ぐらい平気でみんなでこう遊んだりするわけで、そんなの入れてたら大変なんですけど、でも基本的にそういうものを入れたことによって全体的なスケジュールは逆に短くて済んだっていう部分もあって、と言いながらちょっと最初にねスケジュールの見方をちょっと誤って皆さんに延期してくださいなんてお願いをしちゃいましたけど、でも全体としてはちゃんとしっかりしたものができてて、どん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 毎回そのみんなで確認し合うことで良くなってるっていう手応えはね確認できたので、そういうやり方っていうのはとっても良かったかなと思います。